こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。LINE のお友達今募集してます。こちらね、本当にテクニック以上の、ね、深い内容を、一番大事な内容、 YouTube では話さない内容を話してますので、ぜひまだの方はお友達になってください。ではですね、今日はモテる男性がやっている女性が好きな行動というお話をさせていただきたいと思います。で、常々ね、女性は男性、もちろん男性も女性にね、いろんなことを求めるように、女性も男性にやっぱりいろいろ求めるわけですよね。それが満たされてる、できている人っていうのは、まあ結果的に当たり前にモテますよね。ではどういうことをすれば女性がこういいなって思ってくれるか、女性が好みの行動があります。それは一体何かというと、最後に決めるです。最後に決める。例えば、女性が何かで迷っている時、何かで悩んでいる時、ね、に、どうしたらいいかなって、必ずどうしたらいいかなっていうね、あの質問があっての前提なんですけれども、どうしたらいいかな、どうしようかな、どれがいいかなって言った時に、まずは先に選ばせてあげて、どうしても選べない、どうしても決められない、どうしても判断できないっていう時に、どうしたらいいって聞かれた時に決める。男性が例えば、レストランに行ってお食事をして、どうしよう、シーザーサラダも美味しそうだし、生ハムサラダも美味しそうだし、昆布サラダも美味しそう、どうしようどうしようって言われた時に、じゃあシーザーサラダにしようかっていう感じで決めるっていう感じで、最後に決める。それができるとできないでは、今後のね、デートの発展の仕方が変わってきますので、ぜひ参考にしてください。メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、まだの方はぜひ受け取ってください。コメント欄から LINE の友達を募集してます。毎日ね、本当に深い内容をつぶやいてますので、ぜひ、お友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。